跡が眩しい君をミラー越しに見つめてる。そんな僕はかなりの幸せ者。サンダルのままアクセルを踏み込めば少し早い夏の風感じて恋をビュービューとなびかせて、さあ行こうか。手をつなぎキスをして、スイカを割って食べまくれ。夕焼けまで泳いだら砂まみれで寝転がってまたキスした。花火してビール飲んで部屋に帰ったらシャワーして、それで終わりなわけないね。夏の夜は何かと熱い。夏の海入道雲を遠く見つめて溶けてゆくアイス。はい、春時のグラスでーす。でーす。はい、始まりましたよ。ねえ、なんかなかなかしな。なかなかしな。行き詰まった感じで。行き詰まった感じ。言おうとしたけど滑りそうだったからやめた。こんばんは、もう、こんばんは、ね、いつもお世話になってます。今日はね、結構いっぱい喋ることあるんですけど、はい、なんとミュージックステーションと時間がかぶってて。そうなんですよね。全部取られてます、それ。まあね、2億人ぐらい。2億人ね、全部られてます。みんな見てるんで、はい、M ステをね、生で見てる人はおそらくいないでしょっていう感じで。はい、今日も始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。また差し入れもいただいて。そうです。はい、なんと和也くん今元気ないんですよ。元気ないです。なんで元気ないんですか。ちょっとね、2日前から、はい、風邪をひいてしまって、ね、声に吐きがない。吐きがない、やる気ない感じですけど。まあ、いつもより頑張ってるんですよね。いつもより、いつもの場合ね。おそろのこの手袋も、そうですよ。はい、かわいいでしょ。かわいいでしょ、これ。これね、ものすごい気持ちいいんですよね。ね、もう言えない、言葉では表せない。ね、これ僕ら iPhone 使ってるんで、はい、ゴーリキママがね、はい、これやったらこう立ってできるんちゃうか。あ、ね、確かに。これで買ってくれたんじゃないかなって信じてます。優しい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 。はい、はい、ありがとうございます。ゴーリキママ。ゴーリキママ。ゴーリキママ。やっちゃう。自分のママやないか。やっちゃう。やっちゃう。ありがとうございます。はい、でね、はい、もう見せちゃう早速。あ、はい、そうなんですよ、これ玉手箱。ね、ラピスのアルバム。イエーイ。できたんですよ。ラピスマス、ラピスマス。はい、もうね、早速何人か注文してくれたみたいで。そうなんですよ、ね。はい、なんと予約っていうか、ネットからはもう買えるようになっているので、はい、そうです。ラピスフラワーレコードのホームページからね、もう買っていただいたんですよね。そうなんですよ。はい、そうどうします。どうしよう。しかもなんかみんな結構2枚買いとか。そうなんですよ。してくれてるんですよね、予約でね。はい、予約で。素晴らしい。24日、うん、には届くんじゃないかと。はい、クリスマスプレゼントサンタさんから、ラピスサンタから、はい、届くんちゃうから。そうです。何言うとんねん。ね、あのね、完成したんですよね。そうなんです。どうですか、実感は。いやすごいですね。なんなんそれ。これ関西空港で撮ったんですけど、はい、関西エアポートです。そうです。飛行機がいっぱい飛んでる感じでね。そう、空飛んでる。はい、空飛んでる。あ、パッケージにね。あ、パッケージに、パッケージに飛んでるんで飛んでる。ああ、まあ、帯にも飛行機がついてるっていうね。で、24日のイベントに、はい、森口テレプラザさんで、そうです、イベントがあるんですけど、ね、発売イベントってわけじゃないな、まあ、呼んでもらったんであれなんですけど、 CD 持っていく予定なんで、
ぜひね、そこから、はい、買えるんで、お願いします。その日持って帰れるんで、はい、買ってください。はい、ね、ほんで、何ですか、その今ラピスマスの曲がまあ流れてるわけなんですけど、はい、そのラピスの中から、ラピスマスに入ってる曲の中から、はい、ソロ曲を除いた、除いた6曲、6曲ね。でね、ちょっとPV を、はい、はい、プロモーションビデオですよ。はい、出た、オウム返し。で、ね、作る予定なんですけど、 それをお客さんに選んでもらうんじゃないかと。そうです、投票形式ですね。はい、ほんで続々もう来てるわけなんですよ。そうなんですよね。ちょっと中身はね、何が人気とか言えないですけど、そうです、結構ね、6曲が競争してるんですよ。そう、いろいろね。で、人気ない曲もありますよ、そりゃ。はい、それはね、1票も入ってない曲もありますよ。それはないやろ。で、結構ほんまに意外なところがですね、僕らの予想を覆すような感じで、ね、作曲者でさえもそうです、これが1位なみたいな、ね、びっくりしますよ。なってるわけなんですよ。見てる方も楽しいというか、そう、なんか嬉しいしですね、楽しいし、うぅそれみたいな、それ来たみたいな、どうしようかな、ね、みたいな。そう、で、たくさんの投票してもらってるんですけど、まあまだまだ1月末までやる予定なんで、そうです、まあ、何百票、何千票と、うん、いくんじゃないかなと。欲しいですね。はい、でその中から抽選でね、はい、あそうです、CD こちらプレゼントね、はい、しようと思ってるんで、はい、5名様です。5名様です、ね、住所と名前とそのね、お客さんのその個人情報、あなたの個人情報、はい、個人情報じゃない、個人その宛先をね、書いていただいたら、ラピスマスをね、俺なんかプレゼントしようかなと。ですね、素晴らしいイベント。ただなんで、はい、やる価値は僕はあると思うんですよね。今流れてる曲とかも聴けるんでね。そうです、はあ、ぜひお願いします。ラピスフラワーレコードのホームページからね、うん、嘘でもいいから行ってください。はい、嘘でもいいから。そうそう、ね、で、まあ投票まだまだやってるんで、1月の、末までやってるんで、はい、さっき俺言ったね、はい。まあ、やまびこみたいな、もう一回やってるんで、ぜひお願いします。はい、お願いします。で、クリスマスイブのイベントは24日に、はい、はい、それもまたぜひ来てください。来てください。絶対楽しいんで、うん、お昼ですね。お昼の、出番が3時ぐらいです。3時前後に、3時前ぐらいに来てもらったら、2時に来てもらったらもう完璧です。前の人も見れるんでね、はい、はい、で、今日そうなんですよ、俺、はい、ちょっと朝からラピスとちょっと浮気して、ソロで、ソロのソロ活動するんですよ、バカタレは。バカタレは、はい、それで風邪ひいたの。それで風邪ひいてる、はい、そうなんですよ。でも泣いてもう夜中寝れなくても気持ち悪かったみたいな。なんでやねん。そう、ほんでほんまにソロ活動、ソロ活動っていうかソロの曲はまあ1曲ずつ入ってるんですけど、はい、その中の名もなきカーボーイって歌をですね、V を出てたんですよ。そうなんです、僕もね、それ知ったの昨日なんですよ。V を撮るっていうのを、その昨日事務所にこの CD を撮ってた時に、そういう会話をしてて、そう、へーって見てましたけど。俺が言うんじゃなくて、明日どうするみたいな、みたいな、何のことやみたいな、あれみたいな感じで見てたんですけど、なんか V を撮るみたいなこと言ってて、撮ってきたんですよ。またかみたいな。第2弾、もう山田さんもね、見てくれた、はい、カーボーイの夢の第2弾がですね、うん、結構この曲じゃないです、違う、続編です。そうです、続編があるんですよ、カーボーイ、うん、それの V を、で、今頃編集してくれたみたいなので、さっきもちょっとチラッと電話してたんですけど、今からやるわと、明日にはできると。早いと、ね、どんだけ早いんだ、今日撮って明日できるみたいな、やばいです、仕事が早い、もう僕からしたらどうでもいいですよ。嘘です、嘘です、嘘です。はい、言うね、言うね、疲れてるからね。そうですね、僕ちょっと武器を手に入れたんですけど、何ですか、カバンの中にあるからちょっと取ってきてください、あちらの方にね、カバンがあるんですよ、
何でしょう。何か武器があるそうで。あ、帰ってきました。はい、家に置き忘れてあれ山田さんが持ってるiPhone をこう写真立てる、あの足、タコみたいな、タコ足みたいなね、三脚的な、タコ足じゃない、タコ足でもないか、3本あるんですけど、それを買ったんですけど、こういうね、マイクとかにもこう巻きつけてできるんですね。 iPhone でね、カメラを撮りやすくなるので、それを、はい、持ってきてこう、今日言うは言うてたにもかかわらず忘れてきたっていう家にフォーゲットしていくっていう、ね、どういうことやねんグダグダやないかと、うん、なあ、ほんま、どうします、どうしよう、もうこれ次の週で、次のね、放送で撮りますわ、客席を撮ったんやね、はい、席撮ってもアップして、ね、申し訳ない申し訳ない、もう今日はそんな感じで、もう僕は疲れてないですよ、あの元気なの、はい、和也くんだけちょっと風邪で全然大丈夫ですよ本番に強い男なんですよ自分で言うかどういうこと、まあね、1月に初の主催イベントも、そうなんですよ、行うわけなんですよ、はい、うん、どうですか、深谷橋アンコールスターで、ね、はい、いつもお世話になってますね、はい、で結構すぐ出てくれる人、共演者の方見つかってポンポンポンって決まって、うん、それもまた結構多分もう僕直接的にお声掛けしていってるん で見に来てと、うん、結構集まるんじゃないかと予想はしてるわけなんですけど、はい、で3月は3月で和也くんが、そうなんですよ、なんとね、ストリーマンライブしようと思って、ストリーマンライブ考えて今、はい、今ちょっとね、寝る日に寝てる最中なんですね、はい、ガゼットモンスター、あ、じゃあ、ナティモンスター、ナティモンスター、はい、ガゼットモンスターってちょっと映ったんちゃうか誰かがガゼットモンスター MC を MC ね、MC で、そう、ナティモンスターと、まあ、森場さんというね、はい、方がいるんですけど、その3組でやろうと思ってます、やってるわけなんで、それもまた随時チェックしていただけたらね、また、後々、告知したいと思うんで、決まると思うんで、それもね、ぜひ遊びに来ていただければ。うん、で、まあ、今、何分経ったかな ?13 分。おぉ、うん、もう、いいでしょ、いいんじゃないかな今回はね、質問コーナーとかも取ってないんですよ。はい、そうなんですよ。そのために、はい、ゲストをね、はい、いつもね、見てくれてたり応援してくれてたりするんですけど、はい、出れるんであれば出たいですというお声がね、はい、かかっちゃって、何なん出したのかとですね、なんで僕ですか、しゃーしゃーしゃー言ってないよですね、そんな言わないですよ、だってそんな言わないです、出ていただけるんであればぜひ出てくださいと、もう出したんでみたいなもうなんか傷の食べ合いというか責任のなすりつけやみたいなどっちやあるんですけど、はい、そうですね、じゃあ呼びたいと思います、呼んじゃいます、どこに座るってか、どっち座る、そっち僕行きましょうか、ではまあ、あとで山田氏も来られると思うんで、 M 氏もね、呼びましょう、はい、じゃあ、まずこっちに来て、はい、呼んじゃいましょう、はい、お願いします、なっちゃんです、めちゃめちゃアップだね。すいません。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ね、ちょっと今日のな、いい、今日は飲んでないです。大丈夫かな。ありがとうございます。死ぬから。でももらっちゃいましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シュートブルね。改めまして、はい、なっちゃんです。なっちゃんです。楽な感じでやっていただければ、そうですね、初めの、 その出演というか、やっぱラジオ緊張すると思うんですよ、はい、もう全然そんなんね、ね、もうお家にいる感じでね、はい、喋ってもらえたらそうです、ね、いいかなと、それで、ほんでミクシー、まあ、直接メールは僕ね、知らないんで、僕らミクシーでちょっとやり取りするんですけど、なんかいくつかプロフィール的なの送ってもらったりとかですね、なんとね、誕生日2月18日なんですよね、そうです、僕2月19日なんですよ、お1日違います、はい、僕2月20日なんです、
や、絶対絶対なんの、それね、10月18日です、はい、全然ちゃうね。そう、めっちゃ近いでしょ。近い。ほんで、水亀座、はい、じゃないですか。そうです、僕、魚座なんですよ。一日違うだけで、そう、この境目なんですよ、ちょうど二人は。そうなんですね、すごいそれ。たまにあの占い見たら、俺水亀やったりするから、一緒やみたいな。どっちやろ。そうなんよ。19、20、18、19、20ぐらいの境目なんですよね。そうです。そう、すごいでしょ。僕は天秤座です。はい、全然全然入らない。二人乗してやろうかって感じ。はい。比べやろう。そんな誕生日に、はい、そんなに。で、まあ僕の一つ先輩なんで、牛年。はい、牛ですね。牛、はい、そうなんです、俺、虎年なんで。おで、うさぎ、うさぎです。めちゃめちゃ寂しいですかまってもらわないとね。うさうさゆうさうさゆうさうさゆう。ほんで、B 型なんですよ、まあれここね、俺 B 型なんですよ。はい、すごいでしょ、ね、一緒、ね、はい。は困ったな、これ。興味ない。興味ない。興味ないです。言い方はね、よくあの、はい、自己中とかね。はい、言われますね。どうですか、実際そんなね、うん、そんな、結構周りに気遣いますよね、ちゃんと。かなり気遣いますね。どうよ。僕はね、O 型なんですけど、B 型は自己中な時があるんですけども、思ってるほど、自己中じゃないかな。みんな自己中やもんね、言うたら。はい、僕の方が自己中じゃない。あかんやん。あかんやん。そう。マイペースなんで。ああ、マイペースはマイペースですね。はい、そうですね。あんまり。うん。基本なんか、あの、B 型はよく言われるんですけど、ちゃんとみんなのこと思ってるんですよ。そうです。ね。はい、そうです。ほんで、言ってます。全然話飛ぶけど。はい。何やったら今。みたいな。話飛ぶけど。今日お仕事やったんですよね。はい、そうです。仕事帰りですよ。仕事帰りです。さっきっすもんね、この話、はい、ちょっとね、来るまでにちょっと、うん、あ、事故があったみたいで、はい、大丈夫でした。なんとか環状線、あ、大阪着いたらすぐ環状線止まってたんで、乗り込んで、なんかダッシュで来てくれたんですよ。そうです。怖いっすよね、電車も。何があるか分からんから、ね、怖いっすね。今日めちゃめちゃ風が強いんですよ。あ、確かに。雨も降ってるし、寒いし、みたいな。なんか3日後ぐらいには、はい、大阪0度になるっていうか、あの、最低気温が。あ、やばいですね。雪降るんちゃうみたいな。それは嫌だな。ちょっとあの、よろしくないよね。よろしくない。もう、外でお仕事してる方は。あ、室内ですか、結構。はい、室内で大丈夫です。じゃあ、3日後って、ライブちゃいます。そうな。0度ですか。クリスマスイブ。クリスマス、あの、雪降るかもしれないですね、イブで。それは、それはいいですね。ね、レードはちょっと困りますね。ちょっと、みんな見に来てください。あの、なっちゃんも来るんで。あ、さっきはお客さんなんですよね。あの、1月14日そうなんですよ。主催するの出ていただけますね。そうなんですよ、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ほんまに声かけたら、ぜひ出たいと。出ましょうみたいな。ね、びっくりしましたもん、聞いて。なっちゃん出るのみたいな。ね。お、俺も頑張るわ。みたいな。誰や。負けてるね。誰や。で、なんか好きな食べ物とかもちょっと聞いてるんですけど。はい。なんか、お、この中で共通する食べ物ありますよ。ありますか。めちゃめちゃありますよ。なんでしょう。甘いもの。あ、全般。全般、まあほぼね。そうですね。え、和菓子とかも全然いけます。はい、食べます。うわぁ、和菓子無理だ。わ、全然いけます。え、マジで全然いけます。たい焼きとか、もう全然。あんこはいける。もうこの商店街にたい焼き屋さんがあるんですよ。はい、結構買いに行くんで。そうね。で、割引券を忘れたらもういいよって安くしてくれる。割引券の意味ない。何のまた来てみたいな。エアー割引券。そうです。あ、和菓子とかなんか、僕はみたらし団子とかやったらまだいけるんですけど、なんかもうそんなおはぎはちょっと、ちょっとこちらになって。あ、あんことかがダメ。そうですね。なんぜんざいとか。あ、ぜんざい食べないですね。ぜんざいめっちゃ好き。ぜんざい食べないですよね。食べないですね。ぜんざいめっちゃ好き。へ、
あの結構パフェとか好きです。あのね、美味しいですね。あの和菓子はちょっとなんかあれですね、受け付けないですね。日本人、日本人やのに、いやいや日本人やで純日本人で、あと、じゃあオムライスもね、あ僕もプロフィールに好きな食べ物オムライスって書いてるんですけど、一緒じゃないですか。間違いないですよね、オムライスの方。オムライスは間違いない。女の子でオムライスとかも、お前、どういうことやねん。どういうことやねん。かわいいやろ。まろやかすぎるやろ。かわいいやないかな。ちょっとおっさんになってますけど。ですね。もうそういう、結構いろいろね、お伺いしてて。そうですね。ライブも結構出てるみたいで、もう何回ぐらい？いや、まだ2回ですけど、今週水曜日にあったんで。おぉ、はい、あ、あった。土山の方で。道山ってどこら辺ですか？なんか梅田ですね。梅田。道山って多分道山とか知ってる？いや、道山小劇場。全然地理弱いんで、ね、分かんないです。駅的には大阪駅みたいな。あ、JR で言えば大阪駅。はい。ライブも結構頑張ってて。そうなんですよ。はい。なんか今後目標とかって。ああ活動に当たっての目標とか聞きたいです。なかなかね、まだ音楽し始めなんで、いろいろこう難しいかもしれないですけど、なんかその中でもこうしていきたいですよみたいなのがあれば、とにかくですね、私あのステージに立つとかなり緊張するんですよ。ああガチガチ状態。なるほどね。懐かしいの。僕もあったんで懐かしい。だってこんなのってますよ。病気やないか。完全病気やね。そんな時期もありますね。そこをまず改善したいですね。でも慣れですからね。ですね。てかもう僕らも緊張するんで。それはでも、うん、2回目ですよね、まだ。まあ、2回目で気づけてるってことは相当すごい。すごい。僕、多分15回目ぐらいぐらいで、ぐらいぐらいで気づいたんで。やばい。やばい。これヤマちゃんかと。めちゃ病気やないから。病気。まあ次。え、じゃあ僕らの出るやつは何回目？3回目になります。ああ、三回目か。はい、ぜひね、あの見に来てほしいですね。ね、見てる方皆さん。そうですね。ぜひ頑張ってる姿ね。はい、うん。一緒に応援しましょうね。ね、僕らも応援してます。なんかね、先からちょっと。ニヤニヤしてる人がいる。ね、山田氏ですよ、もう。お呼びしましょう。山田さん、ありがとうございます。ラジオデビューですよ。ラジオデビュー。ラジオデビューです。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、これいいのかな、なっちゃん。はい、どうぞ。いいの？はい、レッドブル。レッドブル。レッドブル大好きなのよ。もうね、大好きシュガーフリー。シュガーフリー。ね。Yeah！ 風らしいね。はい、あんま良くないから。そうなんです。今ね、やっちゃん、はい、聞いてよ。はい、このなんていうのかな、よう配るやん年末になったら。ああ、ありますかそれ。で自分らのフェイスブックで生年月日調べて似たりたしとったんよ。何ですか、なんかあったんですか。え、占いですか。占いっていうかね、まあまあ1年のよう、あるねこんな。え、知らないこんな。六パック水星とかね、一パック水星。細川さん、細木和子さん。まあ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 、そういうのをこう調べたよ。じゃあ問題です、はい、来年どっちが運いいでしょうか。なるほどね。はい、シンキングタイム乾杯。お疲れ様です。どっちでしょう。お疲れ様です。お疲れ様じゃん。これえこっち、あ、こっちも、あ、こっちもあるんですよ。あだすあるんですよ。僕じゃあコーラで、はい、とりあえず。え、俺とカードやってことですか。うん、どっちが運いいでしょうか。はぁ、僕でしょう。いやいや、俺です。当たり前じゃないですか。かけるさんですかね。いい大事。なっちゃん、吐きそうになったよ。いやいや、かずやくんなんだよね。そうなんですか。うん、あの、ええ話からいい、悪い話からいい、どっちがいい。いい話からね。いい話から、ほんならかずやくんからいくとね。はい。うん、前年芽が出なかった部分が、はい、芽が出てきますよ。何も何も巻いてたか知らんけど。ライジングさん。なんか今年種巻いてたらしいね。実はひっそり。何を巻いてた。畑家にあるんで。はい、畑。はい、成長の完成を迎え、これまでの辛抱強い努力の成果が見える年になります。お、
信用が得られ、物事が発展し、降参範囲も一気に広がります。ありがとうございます。特に対人関係が華やかで、交流が増えそうです。なるほどね。実を結ぶ準備の時でもありますので、周囲と歩調を合わせたり、謙虚な姿勢、謙虚な姿勢で話を聞いたりすることがとても必要です。僕結構相談とか乗りますよ。おはい。人生相談とか、人生相談とかね。おお、いいね。計画整理が重要になります。ちょっと計画がいるみたいな ね。頑張ります。皮膚炎注意してください。はい。やったりする。はい。オッケーです。あの、でも全体的にいいっていうね。あんまり占い師でもなんでもないねんけどね。すごいな。参考程度に。参考程度に。最近思ってたんですよね。ちょっと運気良くなってくるんですよ。何を種まいてたの？いや、なんかやってたの？密かに。カウボーイの夢とかの何言うてるんですか、そんなんいらないし実は同じのをそこにやってるとか、いや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 、なんか今年やってることが見えが出るのやん。今のいい悪いのは今さ、今悪いのはないのよ、そんなに。まあ皮膚炎と風邪と胃腸関係に注意して。風邪になっちゃってますよね。当たってるやん。皮膚炎、風邪、胃腸ってなんかみんなに風邪移して帰りますもん、ね、なんか一気に信用が増えてこういう関係が言ったから、俺、じゃあ悪いところだけ聞きましょうか。うん、あのね、はい、はい、かけるくんは、はい、悪くないんねんけどね、まあまあ、かずやくん同様前年の実を結び始めた、始めるんですが窮屈で動きにくさを感じますやって。あ、動きやすな、窮屈になったと。それは多分なんなんでしょうね、仕事なんですかね。かもわからね。今は自由にある程度あれもこれもできるやけど、ちょっと詰めできなあかんかもわからね。身を守り育てる年です。とりあえず守ってくださいと、お金を貯めろと。はい、でもね、八方、注目されてるので、常に注目されて頼りもされやすくて、じっとしていられない気持ちに駆り立てられて、あー、わかります、実力もないくせに、いや、これ嘘、まあ、頼りられて、なんかしなあかんと、うん、焦っちゃうと。実力がないからこう焦るんです、うん、調子良い話につい乗って問題を抱えてしまうことになってしまいそうですし、心配あります。なるほどね。強い変化の場所です、今年は、来年は。あ、無理をしたり欲張ることは自ら運勢を悪くしてしまう可能性が高い時ですので。なるほど、あんまり外に目を向けるのではなく自己を磨くことに専念してください。なるほど。新築控えてください。内臓注意してください。内臓注意ああ、それはね、多分当たってるんですよね。お酒は飲まないんですけど、多分その食事が多分偏ってるかもしれない。あ、でもいいか、それは。な、内臓はいいですよね。いいもん、含めての内臓ですよね。なんかいろんな話はあんねんけど、なんか全部やってしまって八方塞がりになるんで、なんかそんな気もあるよね。なんかいっぱいラピス兄さん言われたらいろんなやってしまってニッチもサッチもいかないな。確かに結構あります、それは。結構すぐ動かされやすいんで。あ、注目されちゃうねんで、注目されて頼りにされられるタイプだよね。まあどっちかって言ったら、まあ年齢も年齢ですし。ああ、僕頼りにされないんですよ、どうなんですかそれ。いや、でも頼りにされないけど、まあ仲間が増えるみたいだからいいんじゃない。まあバランスは取れてますよね、ユニットとしての。なんかほんまね。あ、ついでになっちゃうの。1個下なんで、1個上なんでね。1個なるで、一応ね、まあ、5年の8号の2月18日ですね。はい、そうですね。あ、ほら同じ年生。いや、1個上です。もう全く1個上ですね。1987年、俺6年、5ですね。あ、ほな隣なんだよ、6角金星。おう、もう悪くないで、積極的に動き、実を収穫します。自信を持って活発に動いて成果を出すのは得意ですが、請求者やボートは禁物です。ああ、もうこれ難しい解釈だね。動いてもええけどボートはやめてって優しく動けと。何でも引き受けて失敗を招いてしまう心配もあります。俺たちやな
誕生日近いな。いや、すげえね。じゃね、自由に動けるときこそ実力を過信して勢いで動くことだけは避けてください。懸命で冷静にまめに働いて充実した成果が得られる年です。また目上や先輩との関わりが多い時でもあります。学べるチャンスと思って和を大切にしてください。内臓は関係ないね。交通事故注意。それ怖いですね。うん、めっちゃいいやね。広すぎるんじゃ、交通事故に注意って、うん、アバウトすぎるでしょ、ね。山田さんはどうやったんですか。僕はね、なんかあんまり良くなかったんだよ。真っ黒になってんのよ。もうしゃあないよ、厄年やから。なるほどね。真っ黒ってどういうことですか。もう何も書いてないと思うんですか。こう、だいたい星マークで黒星になってもらって、こんなの全部黒になってる。うわぁ、もうほら、映画もおかしいやもん。起きた思ったらもう夜やったみたいな感じ。あ一日一日の大事ね、あかんね。厄年なんですね。それって来年がってことですよね。来年やね。もうほんま全部なんかあかんねやな。冷え性、内臓、一緒や、一緒や。異性問題の注意やね。やばいなこれ。日頃で二人で僕をいじめるからです。ついに回ってきたこの付ついに回ってきたんです。半年ぐらいかけて先週かなんか女は危ないよって言われた。そうですよ、女は危ない、うん、女は怖い。お母さんと一緒に喋ってたんですって言って、うんうんって言って。いや本当に怖いですよね。もう怖いです。でも来年注意しなあかんってことで、これあげる。あ、やった。ラピス占い。ラピス占い。受け付けます。聞いて、もしライブのあのなんか釣るおてる時に、あ、なるほど、それいいですね。占ってあげようじゃないか。もうなんやねんみたいな。もう歌手かよ。誰やねんお前みたいな。それこそ俺いろんなの手出して失敗するじゃない。大下がりになるでしょ俺。うわすげえいっぱい書いてある。なんかね。そういうことで、あ、これありがとうね。なんか嬉しいよ。はいはい、ちゃんと、ね、払うからね、ちゃんと。あ、ありがとうございます。何だっけ、3万円だっけ。5万円え違います。上の上行くって。いやいや、ほんまね、ね、なんかお世話になってるから、なんかもう、なんか雑記言ってたのに。何言って5万。ここになったらもう、ボートに注意です。ボートに注意です。これはデビューアルバムじゃないよ、ニューアルバム。ニューアルバム4枚目。4枚目。いや、一応4枚目なんですけど、1枚はもうミニアルバムなんで。はい、4枚目って書いてます。いや、知らん。まあ一応その CD としてあるのは4枚目なんで、まあ4枚目でいいです。はい。なっちゃん分かった？いや、イブに買います。まだ販売してないんで。あ、販売してないんだ。そうなんですよ。24日で見るだけ。そうなんや、そうなんや。それを持ってきたんですよ。そうなんや、なんかね、開けるわちゃんと、ゆっくりこう。大好きなプレステのゲームを買ってきた時のいろんな挙げてるよ。どうせでも始めだけでしょそれ。じゃあいいね。レベルも30ぐらいだったらもう捨てるからね。こんなんどうなん、来た時やっぱりうわーって感じ。なりますね。来たなりますね。でも大体この画像は出てたもんね。ですね、結構出てたから。写真撮ってすぐ編集してくれはるんで、こういうのは写真とかはすぐもう来るんですよ、データとして。こんな感じでねみたいな。中とかを結構するの時間かかったりするんで。へー、あ、歌詞カードからもなって。そうです。また CD のその音質であったりとか、そのミックスマスタリングの方が俺うるさいんで、いちいち。そうなんですよ、もう結構ね。あ、自分がミキさんのとこ入って、はい、してくれる、まあ作曲してくれれば編曲してくれるんですけど、編曲やったり、マスタリングとかミックスしてくれるんですけど、結構どうこれみたいなで聞いて、うん、いやもうちょっとまあハイを上げてくださいとかローを上げてくださいとか。これまだ販売してないのに開けてしまっていい？あ、全然大丈夫です。いいかな、なんかちょっとさしてもらうね。第1号ちゃいますかね。うん、うん、第1号。こんな感じだとさ、おっと大好きだわこの
クリスマスプレゼントでプレステ3のゲーム買ってくれて、買ってきました。開けるよ、もうパパ見てラピスの CD やった。そんな感じで、すごいのがね、帯のところの裏にも写真がついてる。あ、ほんまや、凝ってるでしょ。あ、これはほんまや。これはちょっと買ってからなんかちょっと見れないので、あ、ほんまや、すごいでしょ。でしょ、どうなってるの。そうです、そうです。あ、違う、あ、違う写真やん。いいでしょ、はい、すごいでしょ。俺今いましたわ。え、ちょっとダメやろ。いましたわ。どういう写真や、うん、見えないところにお金かけてんだね。でもね、結構あの破格な、破格。でもこれね、はい、両面って結構ね手間かかるしね。へー、すごいでしょ。うん、今こだわりってね、中も開けてください。じゃーん、っていうかな、もう山田さんだけこう見とってくれてる。いや、いいんちゃう。どうせみんな買ってくれるし。おお、おいいね、いいでしょ、いいね、おいいね、いいね、ほんまなんかなんか、おいいね、いいね、いいように宣伝してくれますね。いやいや、でもいいよ。おー、腰なるでしょ。うん、いや、いいよ。かっこいい、かっこいいでしょ。うん、飛行機もちゃんと乗ってるでしょ。飛行機のあれか、あのカーッて感じ。今出てたんじゃないけど、で一応あの1曲目のフライトシャングリラっていうのがまあイメージで、まあそのシャングリラ全然聞いてない。全然聞いてない。夢中なんじゃないですか。写真で置いてる感じ。大きい子供ですよ。子供です、子供。子供ですよ。飛行機のここにもラピスって書いてるやん。はい、あ、すげえな、ラピスインターナショナルエアって書いてんで、はあ、いつか飛行機も持つ。すげえな。すごいな。でも一応ね、こう泣いてることは夢は貴重なんで。いや、そうです。すごいね、なんかね、こんなんできて。いや、すごいですね。だからあんまり歌ってるとこ見ないから、歌詞っていうか、こういうのやってる。あるから、こう見ると本当あれやね、やっぱりちゃんと。山田さんもいつも芸人として扱ってるでしょ。いや、すごいじゃん。最近もちょっと思うんですけどね。いや、こんなんでもがっつりやってるね。でしょ、ちゃんとやってるんですよ、やること。そうですよ、そうそうそう、やぶたダメですよ。みんなふざけたみたいな、二人組みたいな。うん、いや、ちゃんと作ってるわ、彼ら。いや、ほんと、びっくりした。びっくりした。こんだけおるのに。おお、うん、シャドウすごいやん、なんか、うん、名もなきカウボーイ入ってんじゃん。はい、そうですよ。それは共闘的なんですよ。もうちょっとでもいいんで。ぜひチェックしてください。え、これはでも最初期の頃にも入ってなかったっけ。これは違うの。これは続編で全然違うです。パート2なんですよ。はい、続いてるんですよ。ワンが、ワンのタイトルが、まあ、カウボーイの夢です。そう、夢からの名前がなくなっちゃったみたいな。そうです、名もなきカーボーイ。ね、まあいろいろね、生きていく中でいろいろあるじゃないですか。あ、本当だ。ちょっとあれやね、カウボーイあれやね、そこそんな広めなくていいですよ。いやいやいや、でもなんか一回ちょっと沈んじゃってるね。スランプ状態に落ちてるね、歌詞から見ると。うん、そこからの、うん、まだあんまり聞いてないです。そうなんですよ、相方であろう。そうです。あ、そうなの。歌詞とかも見てないんで。どんな感じだ、どんなもんやろと見たのかな。お前がなんぼろもんやろ。なんぼろやから。え、自分ソロで歌ってるんじゃなかったっけ。ソロがその次です。フォームっていう。フォームっていうの。はい、へぇ、ラブソングになってる。ラブソング。そうです。あ、今日エンディングの曲何しようか言うたけど、これはソロやからあかんね。そうです。うん、まあいいんですけどね、別に。オープニングこれ。オープニング俺ね。さあ、エンディング。いや、この始まる前にあれや、あれを音楽入れるなって言ってんけどね。今から始まりますよ、の画面の時に流すんで。いきなり音楽性の違いみたいな感じで。あ、そうなんや。バラードなったんや。はい、初ソロですよ。よく聴いてくださいよ。え、コーラスでも何も入らんのに。俺は何も一切入らんす。僕がコーラスで一人で、はい、俺の曲は俺がコーラスで、一切もう別件で、いつも他のラピスの曲は一緒に
スタジオに行って、うん、で撮ってってやるんですけど、その2曲だけはもう別々で撮りに行ったんで、個人個人でみたいな。ほんなら全然それ見てないんだよ、見てないですね、そうです。大丈夫かとか思ってなかった。まあ大丈夫ちゃうかなっていう。あ、でも普段一緒に歌うってことはないんでしょ、レコーディングの時は。別で、別の部屋で撮ってるでしょ。あ、別々で。そうです。あ、それね、そうか。一斉のレで一緒に歌うことはないんで。あ、ない。あ、すごいね、なんか。一回レコーディングはなんかこう、隠しカメラかなんかで撮ってみて、見てみたい、一回。見てみたいよね、そういうの。YouTube 見たいですね。うん。まだ二人初めて会った時に、おーとかなるんちゃうの。そうそうそう。なるやろね。あ、こうなるんだ。最初はもうバラバラのブロックを組み立てるみたいな、うん、ねえ、積み木を積み上げていくみたいな。うん、で、わーって最後弾いて、おーおー、いや、それすごいやろね。で、最終段階のこうしてほしい、ああしてほしいは、うん、でもかけるくんが言ってるんで、一応合致して、かぶってきて、聞いて、ちょっとちゃうんだみたいな。なんかその、ボーカルはもう変えれないじゃないですか。うん、バランスというか、曲のバランスね、逐一、うるさく言います。へぇ、社長ですよ。すごい、ね、だから、ハポフスターになっちゃうんですよ。でも、冷静に。へぇ、すごいね。言い方も気使うやろね。うん、まあでもずっと一緒にやってる方なんで、もう大体分かってます。あ、こういうバランスでかいいんやろうな、みたいなのをそれでも言うんで。大変やね。向こうは多分手を焼いてるんじゃないかっていう。言い過ぎちゃおうかなって思う時あるんだ。普段多分その他のアーティストとか、うん、俺多分そこまで言わなさかなってそこら言うんで、プロですよ。気に入らなかった。でも例えばね、こんなんめっちゃ興味あるんだけどね。まあ一回うまいこと言ってるけど、まあなんかまた次の日違う音楽とか YouTube みたいな、また営業出た時に前の明日になってるのあるでしょ。今まで出た CG でも。ありますあります。ねえ、他に入れたやつも全部。あ、全部僕が取り直したやつもちゃんと。へぇ、でのバランスとかもやっぱ整えて今に合わせて。まあでも多分みんなそうなんちゃうかなと思うんで、その時その時が一番いいじゃないですか。でも、もう次行ったらここはまたここに合わせたいからみたいな。で、また取り直したいけどみたいな。やってるうちに技術上がってくるわけやから、この技術をここの時持ってきたらってあるやろね。それはもう変えれないもんなんで、もうその時の。逆にこの技術をここに持ってきたら、昔眠ってたものが消えてしまうかもしれないんで、そういうのが良かったりする ところもあるみたいな。今やったらこんな風に歌われへんわみたいなとかもあるんです。あ、そうなんや。え、それって具体的にどんな、なんかもっと荒々しさとか、なんかこう勢いみたいな。あ、今の方が多分ちょっとこう、なんていうんですかね、俺はですけど、そのグルーヴっていうのを大事にしてるんで、こう、なんていうんですかね、ちゃんと歌うというよりは崩して歌う歌い方してるんで、その時はやっぱこうきっちり歌わなあかんみたいなのがあったんで、今歌ったら多分そんな風にならないみたいな。ほんなら今のライブとかではちょっと初期の頃だいぶ変わっていってるの。僕はあんま分かんないです。これは多分もう聞いてる方に聞かないとちょっと分かんない。え、聞いてて分かる？あ、でもまだ浅いんで、この。そうですね。はい。付き合いが。あ、そうなの。でも仲間見に来てるんでしょ。そうですよ。まあでも多分今年に入ってからです。そうですね。6月からなんです。全然まだ。ステージどう？喋り入れてきはった？ラピスさんでした、はい。全然なんかお客さん楽しんでるんで。相当プロやなと思って。ああ、ね、照れちゃいますね。いいよね、やっぱり歌だけで説得力出す、それに越したことないけどね。全然違うとこに出されるときあるからね。はい、ないね、これみたいな、うん、ネタやんけんね、ほんまにもう前回のね。まあでもああいう風にああいうのもやっぱこなしていかなあかんのかなっていうのは、まあできるに越したことになるじゃないですか、その面白おかしく。そうやね、やっぱり見てる方もしんどいもんね。あれ分かるもん、あ、これ絶対アーティスト怒ってるわっていうの分かるよね。ああ、まだ
ないブラステージだったら回らないね。あ、じゃあステージ立ってるんだもん。はい、次僕らの主催で3回目とかなんかな。え、何？一人で？はい、一人でね。はい、そう本当ですよ。ですよ。本当ですよ。なんかないの？動画かなんか。ないです。あー、ライブもまだ俺、歌声をまだちゃんと聞いたことないんで、ライブかな。なんで自分らのこの周りはみんな音源を持ってこないの？そうなんだ、ラテモンスターも持ってなくて言ってましたもんね。あんだけラソン行くでも音源ないんだよな。平野くんもね、そうそう、あれも平野くん今作ってるんで。そうなんですよ、制作中でね。もう今ほんまにラピスフラワーレコードで次ゲストに来るときはちゃんと音源を持ってくるんで。ほんと聞いたもんね。何言いますか、 CD。 うん、CD 持ってきて、平野くんの、はい、あれ時々平野かなんかちょっとパクる、ボロパクるじゃない。だから自分らゲストで来たらええやん。そこに平野くん一人で座っておいて、あ、なるほど、平野くんの番組が持つと一人でやってやんで、自分らがこっちに。あ、なるほどね。あれなかなかシュールなんでシュールな番組になるんちゃうかなっていう。シュールな、もうなんか逆にラピスがゲストやったらこいつら茶化しに来たんちゃうかみたいな、なるかもしれない。いやいや、思うよ。だから10分、大体自分ら最初オープニング10分ぐらい喋んねんからな。平野くん一人で10分喋らせて、うんだ、俺喋ってもらって。個人的にはほんま僕平野くんと番組持ちたいからさ。あれ、まだこんなこと言ってんだよ。こういうね、好きだな。仲良くするんだよ。いやでも昔ね、よくギターを一緒にやってたんですよ、その時家で、もう1日8時間とかやるんで、もう飽きるじゃないですか、そのうち。で、飽きたら、マイク出してきて、2本出してきて、ラジオみたいなことやってたんですよ、適当に。で、テープに撮って、でずっと喋って、しょうもないこと喋って、で、今撮ったやつ聞いてみたいなやってたんですよ。そういうことを昔からやってたんで、なんか、また違った番組ができるかなっていう。もう多分ずっとラーメンの話したりとか。ああ、まあ喋れるんだよね。ひなくんは喋るの？基本的に一人で。喋、まあでも落ち着いた感じ、シュールな感じです。シュールな感じ。なっちゃうの？マヤ文明についてひなくんと喋って番組やってくれた。私がそうですか？もうなんかもう今日も危ないよね。あと2時間でもう危ないらしいから。今日もうそうですよ。これで今日てかもう終わりすぎなんです。もう今まで撮ってきたのね、チャラになってしまうようで、ドカーンね、いや、そういう時間するんですよ。あ、でも向こうのなんかね、その、向こうってどこやね、マヤの、どこやメキシコとかの時間で21時終わりにみたいに合わせるみたいです、まあ、カレンダーが12月までいて、また1月戻るみたいなもんでしょうね。はい、そうで、いいんですかね、そんなもんで。なんかそれについて研究してなっちゃうかったっけ。いや、しない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 、ちょっとやりすぎすぎそんなちょっと俺らの話も。あ、そっか、そっか。なんか、持ってこられてるんですけど、なんかいつ出そうかなと思って。あ、ごめんね、前もめりゃいなかったね、そんなのが。これを言いたいんですって言ってくれたよ、またのに。なんすか、それ。いや、2週間前にちょっと言ってた自己紹介的なもの。あー、なるほどね。まあ、できてコピーして置いてあるんですけど。なるほど。こんな感じで。お、ちょっと持っていきましょう。これをアンコールスターに持っていくんで。はい。はい。で、どこにアンコールスター？アンカイ橋の。綺麗に。僕らの主催の。そうです、そうです。これ履歴書かなんかになっちゃうの？チラシで配ってるじゃないですか。チラシってものがちゃんとない。フライヤーはちょっとあ、よく配ってあるね、私こんなもん。あ、これでちょっとファンを作ろうかな。あ、ちょっと見せますといいかな。なんかちょっと気になるとこ、ピックアップ、ピックアップ、ピックアップと。結構細かいですよね。大変よね、ミュージシャンって。そうですよ、そうですよ。僕らミュージシャンですよ。また始まりました。この前も言われた。まあでも今は呼んでるから、もううるさいわとみたいな。頑張れと。あかんの、2つ同時に考えられへんのよね。男はそういう疑問なんですよ。活動できないですね。まあでも大体の人はできないですけどね。この辺もなんか散らかした子供みたいな。すごいね、こんなすごいね、まあまあね。え、
シンガーってことは何か楽器とかなんかやられてたんですか？楽器とかなんかやられてたんですか？中学校の時に吹奏楽でトランペットを一応。トランペット？はい、3年間やりました。はい、マジですか？はい、本当に。なんか発表とかもありますよね、学校で。そうですね、文化祭とか。すげえ。トランペット結構息の力がいるとか。はい、金管楽器でものすごい体力がいる楽器ですね。素晴らしいですね、はい、僕楽器できないんですよ。カスタネットぐらい絶対言うなもんトライアングルとかぐらい誰でもできない太鼓はできないんですよ。あの枠がそうですね。あ、これもいやし、タンバリンか。あ、昔太鼓で昔カエル君とあのなんやカラオケ行った時に、その曲の合間にその楽器が置いてあってそれをこう使ってて、そのタンバリンをこうやってたんですよ。なんでそんなことなんのみたいな感じで見てたんですけど、もうこうしかないと思ってたから、それがシャカ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 みたいなのやるから、おすげえみたいな、こんな音もあんねやみたいな思いました、その時。サイド上がりなんで。です。ああ。もうギター弾きながらハーモニカ弾きながら歌ったりとか。この輪っかのところにこう指こう指だ指の。あのコウモトみたいな。それはできないです。ええ。ちょっとだけやってみて、ちょっと、あのどんどんなんかね、おなんか、こう横振るのと、この横振りでおすげえなやりましょう、これ腕入らないですよそんな感じです、僕もそんな感じです仲間ですお前が動くなみたいな自分が動いてしまうすげえなすげえな。で、ね、そのタイプ俺もそれでやってたんで腕入らないんで、あのあれできないですいやね意外でしょ。うん、意外すごいすごい。やってみるなっちゃめちゃめちゃめちゃ盛り上がったよピフィルで歌うかお前のピフィルやめてください。すごいなぁ、これちょっとね、ということでなんかまあ、ね、いろいろあるんですけども、おいおい、披露していきますわ。うん、ねいいね。でも久しぶりにやりましたけどね。あ、そう？もう多分、何年もやってないです、あんまり。ちゃんとやってたのは高校ぐらい前なんで。そうなんだよ、またね持ってくるわ、はい、これあそこのあの買い取りマックスってあるやん。はい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 、150円やったね絶対買いやろ、はい、150円結構するんすよ、1000円ぐらいでもいくんすよ。ほら、値札外したら買い取りマックマックスまでスーまで150円で買うやろ、絶対買いです。もう袋入れませんわみたいな。でもこれじゃあ危ないですよ、夜中一人でこうタンバリンとかやるから、ね、何しはるんやろこの人みたいな。袋入れませんよ、タンスね。でもうほらもう50分喋っちゃったよ。あーもうここで今年最後になったんで、はい、じゃあもう一人ずつあのなっちゃんからあの意気込みですか。これ来年意気込み。来年ですか。来年さっきちょっと辛いこと言っちゃったけど。いやいやいや、そんなにいいですか。来年ですか。まあとりあえずですねシンガーデビューしたんで、はい、音楽活動をちょっと積極的にいこうかなと。はい、なるほどね、うん、サポートできることはしたいですね。そうですね、うん、あ、まあ頑張ってお金貯めてですねオリジナルをぜひ、あ、はい、出すつもりでいます。ね、いいね、フラワーレコード来年ね。ラピスフラワーレコードからですか。そうですよ。お、あ、信用あるとこで。ありがとうございます。確かに信用があるんです。はい、信用ね、はい。彼も来年信用。信用ある男になるんで。いいね。はい、いいね。ないみたいな今。今ないかもしれないです。全然あります、ね。ありがとうございます。目が出るよな。はい、来年の目標。そうですよ。もう先言ってもらった感じで、あのいい年になるんで、いろいろちょっとやってみたいなと。
思います。ラピス頑張ろうかなと。ラピスを頑張ろう、はい、これ以上にね、上に上に、なんか具体的なちょっともうこうなんか今ぼやっとしたこう抽象的なんじゃなくて、なんか T シャツ作るぞみたいな。ああ、そうですね。グッズは欲しいですね、うん、なんかタオルとか作りたいなと思ってるんですけど、なんかそれも募集したいな。タオルもそんなに昔ほど金かからんからね。あのノーマリカってね、2,30円でできちゃうんだよ今。安いよ。ほんまに安い。あのね、マクドナルドにあるこうタペストリーみたいなのあるでしょ。はいはいはい、はい、あれとか言って、あれも1枚しないのよ実は。棒で安いんですね。安い、最近はすごく安くなってきた。いいかもかな、あの風鈴傘みたいな作ったら。いや今年はグッズ作ります。はい、頑張ります。うん、作ってよ、はい、タオルいいよね。いいですね、ほんとですね。結構ね、シリコンバンドっていうか僕ら結構つけてるんですけど、はい、こうやって、ね、つけてるんですけど、こういうのでもいいんかな、うん、なんかつけやすいですよね。ってるんですけど、それは何なの、汗止め。ちょっと適当に言い過ぎちゃいました。僕はまあ完全に汗止めですね。ファッション的な。ファッションただの。これね、あの 2,3 年前に沖縄行った時に、うん、かけるママに買ってもらったんですよ。これあの買ったら、まあ、いくらかかけるママに買ってもらった。一緒にいたの沖縄。そうっすそうっすそうっすその時になんか募金沖縄の海をきれいにする活動の一部に当てられます、売り上げがいうのを、あ、見てる人見たら分かるんや、それですね、沖縄人なら分かるんじゃないか、沖縄中なら、はい、あ、そうなんや。 あとこれは、なんか今結構流行ってるやつなんですけど、バンデル、あの、なんかすごい、そういうブランド、パワーがつくっていう、疲労回復力も、ほんとにらしいです、分かんないですよね、これ素材なんなの。え、よくわかんないんですよね。こんな感じですけど、結構いい値段するんですよ。それで広がりますの、らしいんですけれど、これもめっちゃ風邪ひいてるやん。これの意味じゃん。ちょっと言うのダメです。そのね、あのこれもかけるママに買ってもらう。そうなんですよ。ねえ、すごいでしょ俺のお母さん。そうなんですよ。マザーテレサス。そうです。これはあれですね、このこれはね、タダです。結構あの服買うときに、うん、福袋的な感じで買ったらいくらいくら買ったらもらえるっていうやつで、5000円買ったらこのワンセットで、まあ1万円使ったと。そのグローブ何、オープンフィンガーみたいな。これは俺のおかんが、そう、あ、さっき言ってたね、さっき言ってた。え、iPhone とかこう、うん、いや、すげえ、これ作ったの、これ。いや、作ってませんよ。買いました買いましたっていうか、俺買ってないですけど。それでこう指でこうタッチできるっていう分で買ってくれたんじゃないかなって思ってるんですよ。寒いじゃないですか。結構あれでしょ、なんか別に何も違和感ないでしょ。違和感ない。昔のあれみたいなね、シュートみたいな。ナックルグローブみたいな。へえ。あ、これで。あ、それで。何だっけ？何言ってやって。シンガー何やったっけ？何ですか、夢何あー、グッズ作んねんね。はい、うん、で、最後に僕はやっぱり個人的な、まあ、ラピス頑張るのはもちろんなんですけど、ちょっといろいろストリートもするんで、ちょっとどっか遠く行けたらええなとか行こうかなと。おー、うん、大阪をちょっと飛び出してみたいなっていうのが。おー、なるほど。で、勝手な今思いついたんですけど、まあ、神戸っていうか兵庫県と京都はしたいなって気がします。あとはちょっと今年LED ナバナのそば見に行けなかったんで、おー、来年行きたいなっていう。なんか言ってたね、先週やったっけ、先々週かな、はい、先週ですね、LED 大好きな。デートコースはどこにするかって話、はい、なんか、そうです。あー、ナバナ行きたいんで、行きたいな、ってか行こうかなと。僕は行ったことないですね。まあ、目標というか、なんですかね。ナバナの里な、天井にする、はい、ライブ月行くんよ、ナバナの里。2回続けて
マジっすか。マジ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 。いや、ほんとほんと。ほんで、あの、電車いつも行って、あの、抽選会とかバスの中でやってて。へぇ、面白そう。全然できます、できます。うん、おもろいか。ラプスツアーみたいな半分。うん、ね。結構年配の人ばっかりだけどね。最悪俺一人で。ああ、何言っちゃうじゃん。ちゃんと、ちゃんと2等出すから、2等出すから。何ですか。いや、ほんと。やりたいです、ね。やりたいです。うん。うん、いや、いいかもから、いいか、なんか、ニーズあるかもからんな。もう俺はもうあれっすよ、同年代にはあんま受けないですけど、子供と、そのお母さんとか、その上とかおばあちゃんも大人気なんで。これいいな、ちょっと考え、いや、ほんまにやってもらおうかな。いや、推しがね、毎月行ってて、もう実はもうそれもうほとんど埋まってんのよ。はあ、ほんで、1台しかちょっと体一つしかないから、もう普通行ってもらって、で、すごい簡単なの、iPhone 持ってるじゃん。はい。これをね、とりあえず写真だけバーッと撮ってもらってんだよ、みんなの。笑ってるから。うん。で、帰り、あのバスのでついてるやん。あれ流して、みんなで 見ながら、で、BGM に自分らの曲流しとけば、おー、いいじゃないですか。もう刻み込めれるやん、記憶の中。ね、完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。うん。サクセスストーリーですよね。そう、うん。ちょっとそれやってみる。あんまね、いや、それちょっと博士さんにもお願いしてたんだよね。そう、3台で1台1台1台でもうこっちどうなるかみたいな、どうなるかみたいな、めっちゃ楽しみなんですよね、それ。もう1台で2人洗浄になるんで、2台やったら1台1台、うん、でも全然いけるいける。うん、これ来てもらおうかな。うん、それいいじゃないですか。うん、ここが変わってきた。神戸に親切するみたいな、ストリートに力を入れたいなと。まあまあ、そういうことは、来年は、はい、飛躍の年なんで。バスガイドで一回行って。ですね。頑張りましょう。うん、やりましょう。まあ、今年も1年、お疲れ様でございました。お疲れ様です。また来年も、ぜひ、よろしくお願いします。ね、またやりましょう、でも。はい。じゃあ、1時間も喋ってましたもん。止めるから、はい、お世話になりました。ちょっと、はい、最後ありがとうございます。まあもう2012年、はい、もう春時々ラックスないんで、そうですね、次来年になるんで2013年でまたお会いしましょう。はい、はい、じゃあまたお願いします。はい、呼んでください。はい、はい、それではアディオス。ありがとうございます。今度の